昨年の12月以来の、ハードヒットとなりまして、毎回毎回いろんな、カードを考えるんですけども、今回は、元ディープミドル級の王者、桜井龍太選手、そして対するは、藤原義明選手が、来てくれたりと、とても注目度の高い、カードが組めました。道家が5受けば人はこれはもうプロレスのスタイルの一つだと、言い続けてきた自分にですね、もう一度考えた時にプロレスというのは、非常にグレーな灰色の格闘技だという言葉が、引っかかりまして、まあ、灰色っていうことは、白でも黒でもない、でも格闘技は格闘技なんだということに気づきました。でもちろん場外乱闘があったりですね、たまにその有刺鉄線を巻いたバットに電流を流して人を殴ったりと、そういうのもプロレスだ。それがプロレスなら、いまだに2017年のこのもうすぐ春が近いという時にですね、格闘技としてのプロレスを追い求めて、これも一つのプロレスだと僕は思っております。なおこの試合は一切の打撃を禁止したグラップリングタッグマッチでございます。ロストポイントルールなしのフリーエスケープルールで行います。もしかしたら瞬きをしている間に終わってしまうかもしれないです。もしかしたらずっと寝技で膠着してしまうかもしれません。でもそれも一つの僕は格闘技としてのプロレスだと信じております。ぜひ今日は最後まで声を出すもよし、写真を撮るもよし、皆様のプロレスの楽しみ方でハードヒットを楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。